てか、グラコロじゃない?この時期。グラコロ、食べないとさ、始まんないよね。とりあえずグラコロ食べたいって言っときゃさ、わかるーって会話になるやん。グラコロうまいんよな、実際。グラコロと、月見バーガーと、急な雨は、もう絶対会話に困らんから。俺、去年さ、月見バーガー出た時にさ、月見バーガー転売して稼ごうかなって友達言ったら、頭おかしいんじゃないのって言われて、その話をした友達に、半年後ぐらいに買った月見バーガーの写真をさ、半年後に送ってさ、今いくらになってるかなって言ったら、マジで、お前頭おかしいよ。こんなんあったの。それを思い出したの。月見バーガー転売ってお前だって抱えるやんって言って。お前でもお前だって、みんなこんなに食いたがってんだからさ、半年後に買えたらもっとやばいやろ。そう思うならいいんじゃないって友達に言われた。その話をした友達に半年後に喋った時に買ってた月見バーガー食べたみたいな写真撮んじゃん。あれを半年後に送って、これ今いくらかなって送ったら、本当に撮ってると思ったらしくて、俺が。お前やばいって、速攻で分かってきた。笑いながら、ゲラゲラ笑いながら。お前やばい、それはやばいって。